せーの、ヨーマイパス、オクトパスです。はい、僕たちオクトパス、これから新しいことがどんどん始まっていくんですけども、はい、その一つ目がですね、なんと2022年の1月18日に僕たちオクトパスのファンクラブが開設されます。ありがとうございます。はい、そして、2022年2月にギャオさんから僕たち8人の魅力を伝えるべく、番組レギュラー番組、はい、配信させていただきます。やった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 、大丈夫。あ、そうやった。はい、はい、はい、そしてなんと2月9日水曜日に僕たちのメジャーデビューが決定いたしました。やった、ありがとうございます。そしてですね、皆さんにちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、デビューシングルのタイトルはなんとなんと It's a Bop です。 It's a Bop、 It's a Bop、 It's a Bop。 そしてリリースされる僕たちのデビューシングルの With Live トーク会も2月5日から実施予定ですので、やったー、詳しくはホームページをご覧ください。ご覧ください、ご覧ください。そしてなんと、なんとまだある、まだある、2月11日、はい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 、お台場ゼップダイバーシティでファンミーティングを開催予定です。パフォーマンスもさせていただきます。はい、詳しくは、後日ホームページに載せますので、ぜひ見てください。会いに来てください。以上、オクトパスでした。バイバイ。